外織姫チヌ旧籍外織姫は、危機にて伝承される女性。日本書紀では、外織のイラツメ、古事記では外織のイラツメ、外織王と表記され、おばと名の関係にある、別の人物の名である。大変に美しい女性であり、その美しさが衣を通して輝くことからこの名の由来となっている。本朝三美人の一人とも称される。和歌に優れていたとされ、和歌。 三上の一柱としても数えられる。危機の間で、外織姫の設定が異なる。古事記には、陰行天皇王女のカルノオイラツメの別名都市、同母兄である慶太使と女王通じるタブーを犯す。それが原因で、陰行天皇崩御後、慶太使は軍神に背かれて失脚、伊予へ流刑となるが、外織姫もそれを追って、伊予に赴き、再会を果たした二人は侵入する。 日本書紀においては、陰陽天皇の皇后、押坂の大中津姫の妹、乙姫とされ、陰陽天皇に寵愛された日として描かれる。王御坂田から迎えられ受代し、藤原宮に住んだが、皇后の執刀理由に、河内の地ぬ宮う移り住み、天皇は、有料に囲つけて、外売りのいら爪のもとに通い続ける。皇后がこれをいさめさとすと、以後の行行は稀になったという。 キーの国で信仰されていた玉津島姫と同一視され、和歌、三上の一柱であるとされる。現在では、和歌山県和歌山市にある玉津島神社に地備、除尊、神宮皇后と共に合祀されている。ありがとうございます。